何かが足りないとは思わないか。どうしてここにはゴールがいない。黄色に日焼けしたくなければ動き続けろ。この者、止まりなさい。あなたはアトムの聖なる地に近づいた。なぜ？目的を言うか、彼の目により分離されなさい。聖なる地？アトム？
どうなっているんだ。アトムはこの世界に手を伸ばして触れ、その光をもたらす。それは彼の約束として今日まで続いている。分離を通した無限の世界だ。この場所は？ここはアトムそのもののために集まる場所。ここに来るまで生き延びたことに驚いているわ。バージルという名前の人を探している。バージル？ああ、知っているわ。話がある。話って？この放射性物質の中をどうやって生き延びた？それはアトム独自の贈り物で、真の信者にのみ与えられるものよ。彼を崇拝するために傷つけられることのない場所へ私たちを連れて行った。彼の言葉を他の人々に広められるように。これが使命よ。アトムのメッセージを彼の言葉に耳を貸さない世界に伝えること。アトムの力をみんなに示すこと。今大丈夫か？話って？バージルという名前の人を探している。彼に会ったか？うん、彼なら知っている。彼に何をしてほしいの？ただ彼から情報が必要なだけだ。わかったわ。実を言うと、このバージルが問題になっているの。彼の存在がアトムへの侮辱だと感じる者がいるのよ。彼は時々交換に来るけど、その他ではほとんど接触をしない。彼は放っておいてほしいと思っているのが明らかだからよ。クレーターの南西、洞窟の中にいる。もし私なら注意して近づくわ。客人を迎えたくないように見えるからよ。シュートから来たのは分かってる。ケロッグはどこだ？こっちに気を取られている隙にこっそり近づこうとしているのか？そうはいかないぞ。こっちもバカじゃない。誰かが送り込まれるのは分かってた。落ち着け。ケロッグは死んだ。死んだ？彼は死んだのか？嘘をつくな。嘘ではない。この手で殺した。君は、ケロッグは残虐だった。
イースティチュートが長年汚れ仕事に使ってきたのには理由がある。彼が送り込まれるのは分かっていた。その準備もしようとした。だが未だにうまくいったのか自信がない。そうなのか、君が彼を殺したとね。それなら君の望みは何なんだ。なぜインスティチュートを出る必要があった。そこから逃げ出したのは知っている。逃亡したのを知っていると。だがどうして。いや、どうでもいい。戻る気はない。戻れないんだ。私を見ろ。そもそもなぜここにいる。望みは何だ。インスティチュートについて何でもいいから教えてくれ。中に入らなければならない。ん、冗談を言ってるのか。インスティチュートの中に入りたい。正気なのか。まず不可能だという話は別にして、たとえ成功したとしてもほぼ確実に秒殺されるぞ。一体どんな理由でそんなリスクを取ろうとするんだ。インスティチュートが息子を誘拐したと信じてもらえる。え、ああ信じるよ。初めてじゃない。それは申し訳ない。本当に知らなかった。ああ、インスティチュートは過去に連邦から人を連れてきたことがあった。息子さんがその一人ならあそこに入りたいというのも理解できる。手伝えるが、代わりに欲しいものがある。何が欲しい。逃げ出すことになる前、私のこの状態を治癒する働きを持つ血清の研究に取り組んでいた。それを持ち出すことはできなかった。まだ研究室にある。私を見てくれ。それが必要なんだ。インスティチュートの中に入れるのならばそれを見つけてほしい。なんだって。手伝ってくれればこちらも手伝おう。分かった分かった。詳しい話をしよう。大事なことから話そう。人造人間がインスティチュートを出入りする方法は知っているか。ああ、彼らは一種のテレポーターを使っている。これはこれは、それを知る者は多くはない。かなり厳重に守られた秘密だ。しっかり調査したようだな。一般的に分子転送装置と呼ばれている。その裏にある科学の全てを理解してはいないが、とにかくうまくいく。ある場所で非物質化し、別の場所で再物質化する。馬鹿げて聞こえるだろうが、それが現実だ。インスティチュートを出入りする唯一の方法が中継局だ。わかるか。唯一の方法なんだ。つまりそれを使うしかないってことだ。さて、インスティチュートの交差を見たことは。交差、それは何だ。インスティチュートのもう一つの秘密だ。交差はインスティチュートの人造人間で、一つの目的だけに作られている。ハンターなのさ。作戦が失敗する、人造人間が行方不明になる、そんな時交差が放たれる。連中は非常に腕が立つが、君はその相手をせねばならない。わざわざ殺す必要があるのか。インスティチュートに入りたいんだろう。だからだ、彼らに中に入れてもらう切符になる。どの交差にも特別な機器がついていて、それがインスティチュートの中継局へ直接つながる。頭にチップが埋め込まれている。君にはそのチップが必要だ。だがそれを手に入れるには交差を見つけないと。今どこで見つけられるのか正確な場所はわからない。私を追いかけるためには送り込まなかったし、ここで待っていることが良い考えとも思えない。一匹を倒す必要があるだろう。開始地点は教えられるし、見つけるためのヒントも挙げられるが、汚れ仕事をやらなければならないよ。何をすればいい。聞いてくれ。コーサーの最初の潜入地点は CIT の廃墟で、インスティチュートの真上になる。だからまずはそこを目指すんだ。さて、
中継局は周辺の電磁スペクトルにかなりひどく干渉する。そのピップボーイに無線機能はついてるよな。廃墟に着いたら周波数を最低にして耳を澄ませるんだ。干渉するのが聞こえるだろう。信号に従えばコーサーのところに連れて行ってくれる。その後は殺されないようにするだけだ。嘘をつく気はない。勝ち目は低い。だがもしもやってのけたら、結成について話したことを忘れないでくれ。どうしても必要なんだ。心から探し物が見つかるよう願っているよ。なんだあの匂いは。保安庁奉仕に努めます。すごい。頭の回路が鈍っている人間が多い。